1988年週刊少年マガジンにてホワイトアルバム連載、1989年から1990年週刊少年マガジンにてキラキラ連載、1991年週刊少年マガジンにて桜の歌連載、1992年から1994年週刊ヤングマガジンにてお天気お姉さん連載、1997年ヤングマガジン増刊エグザクタにて幸せの飛行機雲連載、1999年から週刊ヤングマガジンにてステージ、2016年から月刊ヤングマガジンにてバファ兄弟連載中です。2010年ビジネスジャンプにて主戦闘連載、これは佐久間担当になります。読み切り作品山内一生の妻、シューマイスターシーラニケンを、これは佐久間担当になります。カメ子とマダム、これは佐久間担当になります。子供警察、以上は足立鉄先生の主な作品になります。